大阪産業労働資料館、愛称 L ライブラリーは、大阪市にある労働と社会運動をテーマとする専門図書館かつ資料館。英語表記は、大阪レーバーアーカイブ。大阪の社会運動や労働をテーマとして、通常の書籍や雑誌に加え、一般の図書館にはない一時資料、産業資料を所蔵、公開している。その意味で、 小規模ながらも図書館だけではなく、博物館及び文書館の性格を合わせ持った MLAU 号型図書館である。所蔵資料の例、プロレタリア文学系の文芸雑誌、1 9 3 0年2月号。所蔵資料の例、1927年から1932年にかけて発行されていた政治雑誌童の第2巻第7号。 財団法人大阪社会運動協会が大阪社会労働運動士編参過程で収集した資料を集積した資料室を前身とする大阪社会運動資料センターを土台としてさらに大阪社会運動協会が委託運営していた大阪府労働情報総合プラザの図書資料を引き受け財団法人大阪社会運動協会による 完全ミニエの専門図書館として2008年10月より運営されている。2016年8月、知的資源イニシアティブが実施する、ライブラリー・オブ・ザ・イヤーにて、地域における公共的活動拠点として開かれ、広範囲な人々が支えている点が評価され、優秀賞を受賞した。その推薦理由として挙げられているのは、 日本で最も MLA 融合を実践するライブラリー。図書だけでなく、労働組合資料、工具、下馬棒から椅子まで、日本で、ここにしかない貴重な博物資料を収集、提供する。全国のサポーターから支援を受けることで、公費によらない運営を実現していることは、一つのロールモデルにもなっている。という点である。 大阪府労働情報総合プラザ廃止の翌日、2008年8月1日に公開された。明治以来の大阪、関西中心の働く、人々の記録を収集し保存するとともに、広く一般を対象として公開し、その利用に供することを目的とする。最新の賃金データ、労務管理のための実用書、労働法関連書などを収集し、公開する。 それにより、中小企業の町である大阪の労使関係の健全な発展に寄与する情報を発信し、企業の経営と労働者の福祉の向上に役立つことを目的とする。NPO、草の根の市民団体の機関紙などを収集、保存する。そのことで市民の社会的活動に役立つ情報を提供することを目的とする。 以上のような目的を通じ、地域の記憶の場としての図書館の役割を果たし、働く、人々の知る権利を守り、地域住民のアイデンティティ形成に資する機関を目指す。労働運動に関わる三次元資料の例、三池闘争で三池炭鉱労組が用意した、タバコの着せる、五神用の木の根を加工した棒。長さは約60センチメートル産業資料の例、 六路千番の工具の一つ、所蔵資料には、研究者、社会運動活動家、労働運動活動家などから寄贈を受けた、戦前からの貴重書籍、雑誌、ガリバンズリの隠し手書き資料などがある。労働規約などの労使資料、労働組合資料、大阪府労働行政資料など他に所蔵が、確認できない貴重な資料も所蔵する。またポスターや、労働組合旗、 バッジなど、労働運動に関わる三次元資料も所蔵し、国立産業技術史博物館誘致促進協議会が放出した産業資料もある。所蔵品例、大阪産業労働資料館上記の労働関係などの所蔵資料を活用した活動。また同時に、学生、院生の論文執筆を支援するためのレファレンスも行う。 専門図書館でないとできないような専門性の高いレファレンス業務である。主な研究プロジェクト中小企業の労働者福祉に関する労働支援活動を実施している。具体的には社員研修用の DVD の提供、賃金データや労務管理関係の資料の活用などである。また、求めの多い労働判例の提供を 社会保険労務士や弁護士事務所などにも行っている。2013年度より、大人のためのラーニングコモンズとして運用開始。貸し会議室との差別化を図るため、図書館資料を使った勉強会、プレゼン練習に限定という利用条件を設けている。2016年1月現在、サポート会員に対象を限定したサービス。種別としては、展示会、 読書会、映画上映会、幻灯上映会、講演会、セミナー、長期講座などの形態の活動を行っている。無料税務相談会も、サポート会員を講師に行っている。大阪産業労働資料館は、社運協設置の大阪社会運動資料センターと、大阪府設置の大阪府労働情報総合プラザ、両方の資料を受け継いでいる。 財団法人大阪社会運動協会により1980年代から大阪社会労働運動史編纂の過程で収集した資料を集積した資料室の整備が進められていたがこの資料室は非公開であり大阪社会労働運動史の執筆者や存在を知る一部の研究者だけに利用されていた2006年4月に社会運動資料センターとして資料室を リニューアルオープン、2000年4月より、社運協が委託運営していた大阪府の労働図書館である、大阪府労働情報総合プラザを窓口として、資料を一般公開することになった。社会運動資料センターの書士、所蔵データは、大阪府労働情報総合プラザの書士、所蔵データと合わせて、ウェブ公開することによって外部からの書士、所蔵検索も可能になった。 2008年7月31日、大阪府強化知事の方針により、財政難を理由に、大阪府労働情報総合プラザが廃止された。社運協は委託金収入を創出、大阪社会運動資料センターへの大阪府の補助金も全額廃止、連動して大阪市からの補助金も全額廃止となった。2008年10月21日、 大阪産業労働資料館を開館。運営は、財団法人大阪社会運動協会、完全民営である。社会運動資料センターを改装してしよう。社会運動資料センターの所蔵資料と合わせて、大阪府が廃棄を決めた、図書、雑誌1万7000冊も引き取って、管理運営している。現在サポート会員制度を取っている。 図書館運営のための財政は極めて厳しい状況にある。レファレンスサービスと貸し出しサービス、貴重資料の撮影などは会員のみが対象となるが、開館時間内での閲覧は、会員外でも申し込めば可能。1947年、大阪不労働文庫が、大阪不労働部労政課と13の労政事務所により設置される。場所は不詳。 1953年、大阪府立労働会館に、大阪府立労働会館図書室が設置され、同会館の運営者である、財団法人大阪労働協会が運営にあたる。1989年、L 大阪南館に移転して、大阪府労働情報センターとなる。1997年には、大阪府労働情報総合プラザと解消。2000年4月、 財団法人大阪社会運動協会が大阪府からの委託を受けて大阪府労働情報総合プラザを運営。資料の充実とレファレンスサービスにより来館者は委託前に比べて大幅に増加した。2008年2月大阪府知事に橋本徹が就任すると公約に従って厳しい財政削減措置が打ち出され、 その一環として、大阪不労働情報総合プラザは2008年7月31日に廃止され、合わせて社運協への委託事業や補助金も打ち切られた。2010年1月26日、遠山秀夫。 エルライブラリー見学記 http コロンスラッシュスラッシュ yamamomo.asablo.jp スラッシュブログスラッシュ2010スラッシュ01スラッシュ26スラッシュ4 8 3 9 1 4 1 2 0 1 0 0 2 7閲覧ライブラリーオブザイヤー2016第1次先行結果推薦候補期間及び推薦文を公開いたします 2017年1月23日閲覧。Library of イ,イヤー y e 2016。2017年1月23日閲覧。青柳英二支え合う図書館、社会装置としての新たなモデルと役割、連成出版。2016年。 七七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  t 七七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 七ラ七七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 ッ七七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 七ッ七七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 七 7358729http s h a u n k j p y o.jp m o n t, t p h l y 81.htm.http s h a u n k y o.jp u n d o u s h i q.html 青柳英二サジ支アウト図書館 社会装置としての新たなモデルと役割、弁制出版、2016年。68から 73P ハット、文化資源社会調査、データアーカイブの構築の展開と可能性、大阪市立大学文学研究科、2015年。大阪産業労働資料館、設立主意書等を発表、L ライブラリー、大阪産業労働資料館が開館館長、挨拶。 設立の主意2008年10月21日、朝日新聞大阪版2008年9月27日労働図書館、存続へ、橋本業格で閉館、会員制導入。朝日新聞大阪版2008年11月1日、有敢労働図書館、完全民営化存続、労使で支えて谷合か代子。 二つの図書館の有機的運営大阪社会運動資料センターと大阪不労働情報総合プラザの取り組みビブロス2008.4大阪不労働総合情報プラザ廃止が決定ありがとうございます